山田もおたあす。はい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 、どうも、ガキの使いで、ハイテンショングランプリで予選で落選した人です。はい、今日ね、なんでね、冒頭でハイテンションってお伝えしたかというとね、今回のね、この2019年11月9日にね、発売になりました、グリーンライトね、あと M2 マシンなんかもね、同時に発売になったんですけど、この3台ね、今回ね、久しぶりにテンションの上がる、3台ね、変えたと思いました。とてもね、欲しいものばっかりで、そして、まだね、ブリースターから出してないんですけど、すごくね、胸ワクするラインナップになりましたと、なったと思ってるんです。はい。こちらの静岡県警の、箱塚のね、GTR とか、これフィギュアついてるんです。楽しみなんじゃ。そしてね、こちらね、ダッツンのね、510、セダン、こちらもフィギュアがついて楽しみなんじゃ。そしてこちら、リンカンコンチネンタルですよ、皆さん。私ね、ホットウィールのね、リンカンコンチネンタルね、実はね、持ってなくてですね、それより先にグリーンライトのちょっと手に入れました。これめっちゃくちゃかっこいいんですよ。ということで、めっちゃハイテンショングランプリに出たら、もしかしたら、山崎芳生さんを抜いて、グランプリになれるかもしれないです。じゃあね、これ早く上げたいんじゃ。めっちゃかっこいいの。でね、ちょっとね、失敗したなと思ったんですけど、ちょっとね、ごめんなさい。帰ってきてから、見てたらね、ちょっとね、これバンバン曲がってるのちょっと取っちゃったかもしれない。これ、ちょっと下がってない?これバンパー。まあ、しょうがないか。まあ、いつもね、私あんまりね、まあでもね、よく見ても、これは気づかないんじゃない?みんな。それともみんなこうなってるのかもしれないね。でもちょっとね、私のバンパー、これちょっと下がっちゃってるんですよ。こう、斜めに下がってるというか、こうなってるものがこうなってる感じ。じゃあね、ちょっとね、開けてみましょうね。これなんかテープで貼ってあるな。これは?あ、これは、あれだ。こうやって上に、こうやって開くやつ?あ、そうみたいですね。こうやって開けるんだ。あーはーはーはー。ほうほうほう。あ、いや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 、これテープになってた。で、あ、これいいっすね。開けやすくていい。これまた戻せるもんね。これいい。こういうやっぱり、小物があるやつはね、またブリスターに戻しとくとね、バラバラにならなくていいですもんね。じゃあね、まずブリスターカード見てみましょうね。ターマックワークスですね。はい、グリーンライトターマックワークス、GTR 静岡県警。ちょっとね、あ、これ東京タワーじゃないですか、これ。ん?だよね、多分ね、これあれだよね、日本の街をちょっとモチーフにしてますよね。で、8歳以上で64分の1ですね。はい、のスケールになって、スペシャルエディションダイキャストメダルカーシスって書いてあるのかな。はい、で、この辺に何か書いてある、何か書いてある、何やねんって書いてある。あ、なんか日本のステッカーのシールが貼ってありますね。これね、株式会社 TK カンパニー。あ、なんだろう、静岡県なんだ。だからか、だから静岡県警察なの。はい、じゃあね、ちょっとね、こういう風になってるんだ。ああはあはあ。でね、なんか箱がね、これトミカの箱みたいな感じで箱がついてるんで、あ、箱に縛った方がいいかな。でもこの箱ちょっと私の収納ケースには収まんないような高さです。あ、この箱コンテナになってるんですね、これね。かわいい。なかなかいいアイデアですよね、これね。コンテナなんですよ、ほら、これ。すごい。で、今回購入したのが1970ですね。日産スカイライン 2000GTR になりますね。この辺にもなんかいろいろ書いてあるのかな、スカイラインのことに関して。特にそういうわけではないみたいですね。はい。はいはいはい。特に何も書いてないね。はい。中は潜んでませんでした。はい。じゃあね、ちょっとね、ブリースターをどけて、はい。じゃーん。わー、こういう風になってました。はい。ちょっと浮いてるます。あー、落っこちゃった。危ない、よかった。今、テーブルのギリギリのところで止まったからよかったけど、落っこりそうになっちゃった。あ、やっぱりちょっと曲がってる感じはあるかな、やっぱりね。ほら、なんかほら、上に向いてないですよ、これ、バンパーが。ちょっと映り悪いね。ちょっと、表面を変えてみよう。はい。わー、かっこいいなー。まあ、グリーンライトのね、もう、金型はね、GTR の金型はもう、何回もね、私の動画でも登場させてます。ムーンアイズのね、スカイライン、タコスカと一緒かなと思われますね。ちょっとね、細部をまず見てみよう。ちょっと暗いね。どうしよう。ごめんなさいね。ちょっと匂いが悪くてね。はい、こんな感じにするといいかな。じゃん。明るくなったかな?なったね。はい。はい、まずフロントまず見てまいりましょう。フロントはね、さすがやっぱグリーンライトだけあってね、すごくね、細かく塗ってありますよ、これ。ライトもね、何気にね、
ヘッドライトのね、あのベタ塗りじゃなくて絵みたいな感じでね、2色であの塗られてます。あの網目っぽくねされていて、すごいこの辺のフォグランプなんかもホワイトで塗られてますね。んー、細かい。で、GTR のね、マークはもちろんあって、まぁ、ちょっと拡大してみますと、こんな感じでね。あー、綺麗になってますね、GTR ね。で、これ真ん中のとこね、真ん中のとこにも、これスカイラインのマークがあるのかな、この赤い部分ね。はい。めっちゃ細かいんじゃ、毎回毎回。はい。で、バンパーはね、シルバーのね、色で塗られていて、この辺にね、スポイラーなんかついてますよね、ちゃんとね。うわ、細かくて毎回いいね。これ、開くのかな？開かない。あ、こっち側に開くのかな。ん？あれ開かなかったっけ、あのムーンアイズの GTR も。なんか別パーツにはねなってるんですけど、開くと思うんだよな。あ、開かないか。ん？怖い。バキってきて開かないかもしんない。あれムーンアイズの開かなかったでしたっけ。開いたよね。あれ、ちょっとごめんなさい、ちょっと持ってくる。開かないよ。でも金型が違うのかな。なんかね、あのこれ箱スカあと2台ね、グリーンライトのあるんですけど、ちょっと下にしてもいい？なんかこれ開かなかったね、そういえばね。あ、開くか。え、開かないよね。そう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 、別パーツになってるだけですよ、これ。開かなかった。で、ミラーのね、あの造形があってとてもいいですよね。まあこれね、落っことしたらちょっと折れそうなね、プラスチックパーツなんですよね、これね。わー、かわいいな、この辺の白と黒のコントラストがいいね。うわー、静岡県警だってさ。静岡県警察か。うわー、かわいいなー。これ分かってよかったな。これね、結構ね、あの値段したんですよね。普通のこの辺のね、グリーンライトが、1090円なんですけど、これだけは、この、静岡県警のね、箱スカね、1800円ぐらい確かしたんだよな。あ、1759円ですよ。税込みかな。そうっすね、多分税込みだと思われます。はい。うん、税抜き、どっちだろう。わかんない、書いてない。あの今レシート持ってるんですけど、税抜きかもしんない。消費税分が400、439円だって。はい。わー、いいっすねー。これ欲しかったんじゃ。でね、私ね、もしかしたらこのパトカーだけだったら、あの、購入してなかったかもしれないんですけど、このね、フィギュアが可愛いでしょ、これ。なんとね、あの、日本人じゃない感じしますよね、これね。どう見てもアメリカの警察です、みたいな。これね、ちょっとね、後で見ますね。まずね、車の方よく見ましょうよね。ホイールはいかがなんでしょうね、これ。あー、これと一緒だ。この、この、レーシングタイプのね、GTR と一緒のね、ホイールになっててね、ブラックで、いいですね。わー、かわいいな、ほんとかわいい。で、これ、フェンダー、オーバーフェンダーがちょっとついててね、あの、ここ、ちゃんとね、白でね、あの、秒でね、打ち付けられたよっていうようなね、秒の再現がされてますね。はい。で、この辺に、ランプがね、ウィンカーが前後にありますね。で、ここにもね、スカイラインのマークありますね。細かいな。ちゃんと S ってなってるよ、これ。ね。ほら、あー、これいいな。でもできればね、これも1099円で売ってたらよかったね。うん。すごくいいっすね。この辺のダクトもね、あの、色が塗られていていいですね。で、赤色灯ね、これクリアレパーツになってて、あの、赤だけじゃなくてね、この下の部分の土台の部分、オレンジ色でね、塗装されてるんですよ、これ。うわー、細かいね。やっぱりグリーンライトの細かい。あー、グリーンライトがやっぱ一番いいかもなー。で、スケールがね、やっぱ64分の1でね、統一されてるので、他のミニカーと並べる楽しさがグリーンライトにはございますよね。うわー、かっこいいねー。ただちょっと高いんですけどね。でも、物はもうやっぱり、あの、細かさで言ったらね、ホットイールなんかよりはもう全然細かいのでね、しょうがないなと思うんですけどもね。で、脇見た？こんな感じね。はい。で、後ろを見ましょうね。後ろ見るとね、これね、クリアパーツですよ、テールランプね。で、もちろん、あ、ナンバーが、え、わー、かわいい。これ見て、ナンバー110番になってんの。ほら、静岡82-110だって。すごいかわいい。見て、このテールレンズの細かさ作りの。これね、あの、ちゃんとね、シルバーでね、塗り分けされてるんですね、枠のとこね。はい。で、真ん中にね、鍵穴ね、トランクの鍵穴があって、スカイラインってね、上に取っ手のところに書いてありますね。で、GTR のマークがありますね。わー、
なんかこれだけパッてこう見てたら実写みたいじゃん。テンション上がるわー。わー、買ってよかった。ほんと買ってよかった。なんか言うんでしょうか。シャシャね、大キャストで、ボディも大キャストでですね。で、この、リアスポイラーだけがプラスチックですね。あと、ミラーもプラスチックですけどね。はい。ここにも静岡県警察って入ってますね。はい。わー、細かいね、とにかくリアがね。110番だってさ。はい。で、上から見るとこんな感じ。かっこいいね。でね、ちょっとね、フィギュアを見ていきたいと思います。フィギュアね、なんかこのケースのこういう風にね、ちゃんと抜かれて入ってましたね。かっこいいんだよ、このおじちゃん。アメリカ人だよね、これね。制服もなんか日本っぽくないかなと思うんですけどね。じゃあ取り出してみましょう。あ、かわいい。めっちゃ細かくできてる。手袋してね。細かいね。で、これが64分の1の人間のサイズってことですよね。うん、今までね、64分の1っていうね、はっきりしたね、人間のね、私、フィギュア持ってなかったので、ちょっとこれからね、これを基準にしていきたいと思います。はい。お顔は、なんかね、サングラス、ほら、レイバンみたいな、形のサングラスかけてますね。ここになんか胸のとこになんかポリスマンのマークがあるのかな、これ。ね。いいね。スタイルがさすが、アメリカ人なので、スタイルがいい感じがします。わー、なんかね、今ね、ほら、いい顔してるよね、これに。すごい細かいなー。わー、いいね。で、これをね、今後ほんと64分の1の基準にしていきたいと思います。ちょっとね、視点を下げた時に、パトカーの脇にね、並べてもっとよくね、見ていきたいと思います。わー、楽しい。楽しい、楽しい。マジ楽しい。はい。ちょっとね、これをね、後からね、お見せしますのでね。はい。じゃあ次、こちらもフィギュアがついてるやつね。これね、今までね、このホビーショップってやつね、フィギュアついてるの知ってたんですよね。ただ、グリーンライトのね、これ、ホビーショップはね、必ずこうやって、フィギュアがついてたんですけど、車がね、欲しいのがなくてね、やっと今回このブルーバードの、まあ、前もね、売ってたんですけど、まあ、今回はね、もう買おうと思ってたので、買いました。なんかね、すごくね、オレンジのこの、シンプルな感じがとてもいいなと思って。買っちゃいました。とうとう買っちゃいました。これはブリ切りしないとちょっと開かないので、ブリスターを切っていきたいと思います。ブリチョキだね、これはね。ごめんなさい。カッターじゃなくて、ハサミで直近、直近、直近なーってやるから。あれ？あった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 。わー、楽しみ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 。例えば、ブルーバードもそういえばあるので、出しときましょうかね。ブルーバードは2台あるのかな？グリーンライトの。これもブルーバードだ。はい。これね。はい。ちょっとこれかかったかな。あれ？これ。もうそうだよね。これミラーないね。同じグリーンライトでもミラーあるのとないのとあるんだ。これね、これもね、ミラーあるんですけど、これ、落っこぼしちゃったかなんかでね、片方折れちゃってね、確かにこれ開けた時からもなかったような気がしたんだよな。はい、いいね。楽しみ。はい。じゃあね、ブリチョキ？ブリチョキしましょう。うわー、これ。ヘルメットかぶってる。強盗じゃないんだよ、これ。はい、はい。ブリチョキね。はい、していきたいと思います。楽しみじゃーん。楽しみじゃん。なんか久しぶりだな。グリーンライト買ったのなんか久しぶりのような気がする。先月か、え？先月はどうだったっけ？買わなかったんだっけか。欲しいな。あ、先月ワーゲン買ったっすね、そういえば。フォルクスワーゲンのバスというか、ピックアップの、なんだっけ。電気屋さんのやつね。動画ね、アップしてますので、よかったら見てね。はい。切り終わりました。ちょっと逆さになってごめんなさい。こっちかな。はい。じゃね、ここだけね、上だけ残して、こうやって取れるようにしてみましたよ。はい。はい。ホビーショップだから、これね、ブリスタードママちょっと残したいんですけど、そうもいかないですよね。こうやって屋根の日差しみたいになってるのでね。まあ、いっか。ほら、こういう風にほら、あ、でもこれだけになっちゃったらあれだもん。あ、ちゃんとすごいこれなんか、日差しがこの角度で保たれてる。で、あ、今だけか。すごいこんな感じになってるんですね。ホビーショップなんですね。カミンウェアって書いてますね。はい。わー、かっこいいね。ちょっとよくお見せするの忘れちゃいました。はい、グリーンライトね。これ1099円でした。はい。高くないよね、そんなにね。はい。で、こちらになりまーす。わー。
1970年ダット3510セダンウィズレースカードライバーだってこのシリーズね、ちょっとね楽しみなんです。本当毎月本当ね欲しい車があったら毎回買おうと思ってるんですけど、なかなかねずーっとね欲しい車がの発売がなくて、今回やっとね欲しいものが出たので購入できました。なんかねこれのためにね欲しくもないミニカー買うのもあれだったので、でもすごく欲しかったんですよ。はい、なんかこの辺の手袋とこのボディーショック合わせてるのかなこれ違うかはい、じゃあねまずミニカーの方取り出していきましょうね。うわー、何このホイール、かわいい。これはあれですね、ミラーがついてないんですね。ね、へえ、わー、かわいいね。マットブラックでね、フロントマスクね、いいっすね、これね、マットブラックのこのダクトの部分ね。で、ここにね、ちゃんと、多分、文字があるので、ダクトさんって書いてあるのかな。そうっすね、ダットさんって書いてありますね、これね。はい。違うか。あ、ダットさんですね。間違いないですね。確認しました。はい。で、この辺のね、ヘッドライトは、枠がシルバーで塗られていて、ライト自体はホワイトで塗られてて、これは絵みたいにはなってないかな。これは、ホワイト一色ベタ塗りのように見えますね。もしかしたらなってるかもしれません。はい。で、ボディショックはね、オレンジなのでちょっと目立たないですけど、ウインカーもね、ちゃんとね、別のね、オレンジで塗られてると思います。違いますね、色がね、若干ね。で、バンパーがブラックですね、これね。他のものとちょっと今パッと見た感じ、なんか金型が違う気がしたんですけど、あ、一緒ですね。一緒でした。失礼しました。はい。かわいい。ほんとね、今回のね、ちょっとね、この顔ね、いいっすね。開けるまで気づかなかったですけど、過去一番いいぐらいにブルーバードのこのグリーンライトの、確かもう2台しか、これ合わせると今回3台目だと思うんですけど、確かもうないと思うんですけど、今回で、ね、一番気に入ってますね、このブラックのね、やっぱり、こういう感じが私好きなんですよ、この安っぽい感じだよね、こういうさ、シルバーのパーツに比べれば、まあ、素材はね、車って結構このダクトの部分ってプラスチックみたいなね、パーツなので、ただ塗装だけだと思うんですけど、この感じが好きなんじゃ。で、これも、これは開きますね、ボンネットがね。うわー、塗り分けちゃんとされてるー。わー、縦型のね、エンジンね。これは何気と6気とかな。これ開くんだけどね。開きますね。エンジン一緒ですね、これね。前の過去のものとね。はい、これも開くのかな？これは開かなそう。あ、これは、なんか、同じブルーバードでも開くやつと開かないやつがあるみたいですね。これは開かない。はい。これは開いたけど。エンジンね、この辺のね、これは、エアクリーナーですね。ブルーのね、で塗られてていいですね。で、ガスケットのとこね、ヘッドがシルバーで塗られていて、あと内装なんかもね、ちゃんとオレンジで塗られていて、で、そのエンジンの部分なんかブラックでね。これは、あれですね。多分内装の成形かな。うん。で、この辺のグリルはまあ別パーツなのかなと思うんですけどね。うわー、かっこいいな。このブラックの顔がかわいい。いやー、かわいい。で、バンパーがまたブラックでかわいい。やばい。スポイラーがね、昔の車って感じでいいですね。あ、ちょっとしまいに悪い。あ、しまいに悪い。あら、ちょっと気づかったかー。ちょっと気づかなかったねー。ほんと山田見ないねー。気づかな？汚れだ。よかったよかった。汚れでした。今ついたのかも。汚れだ。落ちた落ちた。なんかシールみたいなね、粘着質のね、汚れでした。ほら。綺麗になったでしょ。ちょっと残ってる？ちょっと残ってるね。で、ナンバリングが15番で、この入り方見て、これ、おしゃれだよね。この端っこの方にね。あえて端っこにかくってね。ホイールが変わってるなと思いました、今回。なんですかね、安っぽい感じに見えますね。このホイールなんだろう？こんなホイールある？過去のもの見ると、あ、一緒なんだわ、これ。この金型が多分一緒で、これがね、金型が違うんですね、これ。これ同じね、グリーンライトの、これがブルーバードなのかな？そうっすね、これがブルーバードで、この2台が、ダットさん510ね。なので違うのかなと思いますね。そうっすね、はい。これがブルーバードだったんですね。今回のこれちょっと超気に入ってんですけど。で、サイド見ますと15番ってなって、ここにね、ホワイトのラインで、ちょっとね、ここにもちょっと見づらいかもしれないですけど、細くね、ホワイトのライン入ってますね。このダッサい感じのデザインがいいんですよね。なんかこういうものはほら、洗練されてるって
ていうかおしゃれなねカラーリングになってるでしょ。これこんなグッドイヤーのね、スポンサーカラーみたいになってかっこいいんですけど、このオレンジのねダサい感じが気に入ったんですよ。はい、ホワイトのホイールにこのオレンジのスポークってでリア見ますとね、リアのバンパーもブラックになってて、ここら辺のねテールランプのところはちゃんとクリアパーツになってて、ホワイトでねこのバックランプが塗られてますね。はい、でここにねちっちゃーくマークがあるんですけど、これはなんか、これはですね510って書いてあります。はい、すごいね、グリーンライトの担保印刷はねあのよく見えるんですね。あ、でここにもちょっとねダットさんって書いてあるのかな、これシルバーでね印刷されてますね。ちょっと見てみますね。そうですね、ダットさんですね。でここのマークがありますね。これマーク鍵穴どっちだろう。この感じだと鍵穴かな、ここはね。わあ、いい造形やな。で、ガラスがねクリアパ、クリアになってて、この辺のね窓枠っていうんですかね、窓枠のこのメッキのところがねちゃんと塗装で再現されてますね。で、あ、この辺のワイパーもちゃんと塗装されてて、ダクトもブラックで塗装ねこうやってされてますね。細かいね。わあ、何の変哲もない感じが大好き。やったかわいいいいねいいね。はい、じゃあね次フィギュアね、お待ちかねのフィギュアを見てみましょう。これね仁王立ちね他これ確かブルーバード前にも出てましたよね、このレースカードライバーね。これを取り出してみましょう。うわー仁王立ちくんですねこれね。はい、で今回のカラーリングと合わせたのかちょっとねわからないですけど、この肩口のねところとか手袋がオレンジになってるので、もしかするとねこの車にね合わせたカラーリングになってるのかもしれませんね、うん、いいっすね。先ほどのねこちらの警官と並べると、あ、やっぱり64分の1だからとてもサイズ感がいいですね。早くね視点下げてねこうやって並べたところね皆様にお見せしたいなと思ってるんです。はい、いいですね。わあ楽しいね。今日はね本当にテンション上がってます。久しぶりにグリーンライト変えたので、でねこのね2台も気に入ってて、この最後のこれリンカーンコンチネンタルがね嬉しかったんだ。これねよく言えばもうちょっと高年式、多分1980年代ぐらいの、うわーごつくてかっけーリンカーン大好きなんですよ。この四角いねヘッドライトのリンカーンね、ただこれもめっちゃくちゃかっこいいっすよね、これね。うわ、かっこいいパッケージ見ます。なんかこの、アメリカの映画っぽい感じで。ん？違う、映画じゃないな、これなんだろう。なんかカーショーみたいな感じのとこでみんなが見てる感じかな、これ。うわ、リンカーンかっこいいね。わー、かっこいい、かけたい。なんて書いてあるの？バネットジャクソンって、ここにもなんかバネットジャクソンって書いてあります。バネットジャクソンってなんだろう。なんか車関係、ザ・ワールド・グレーテスト・コレクター・カー・オークション、あ、ザ・ワールド、世界のグレーテスト、まあ素晴らしいとかそういう意味かな、最高のコレクターのカー・オークションだって。あ、カー・オークションの一場面だったんですねこれね、なるほどでね、これ今もね、ちょっと見たら、メタリック塗装だよ、これ。で、64分の1なので、ね、ちょっとね、これとね、並べてね、この日本車とね、並べて大きさ比較するのなんかも、すごい楽しみじゃないですか、皆さん。私だけ。わー、早く開けろ、開けろ。はい、オタファです。オタファってね、ごめんなさい、知らない人にとってはね、何言ってるのかなって感じでしょうけどね、ロボットなんかのね、おもちゃをレビューされてる、YouTuber の方でね、結構、まあ一番じゃないですかね、トランスフォーマーのおもちゃとか、ロボット関係のおもちゃなんかのレビューでは、多分、日本ではね、日本一の YouTuber の方かなと思います。わー、見てこの迫力、このレテールのこの、あまりね、主張すぎない感じのこの感じが好きなんすよ。だから早く開けろって話です。すいません。はい、これもね、ブリチョキしていきたいと思いまーす。チョキンチョキンチョキンなー。チョキンチョキンチョキンなー。なんかさっきのね、タコスカのね、パトカーのブリスターにしてほしいっすよね。あれ、ああやってやるとほら、また保管できるじゃないですか。これも切っちゃったら、保管できないんですよね。なんか他に、これ保管できる開け方あるかな？あとはもうここ、そっか、ここをこうやって切った方がいいのかな、やっぱり。切る
ていうかブリギリこの下のところでパカパカさせてね、そうやればよかったねもう開けたい気持ちが先行しちゃって開けちゃいました。ブリギリしちゃいました。はい、ブリチョキしちゃいました。はい、おお、もうすでにね耳が出てますね。うわちょっと怒っちゃう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 、うわかっこいい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 、はい、お預けまずねブリスターカードを見せてくださいって、さっき見たかね、さっき見ましたね。はい、かっこいいじゃん。わー楽しみ。これ1099円ですよ皆様皆様1965年リンカーンコンチ、うわーめっちゃかっけー。じゃあちょっと神々しい、あの至ってね、なんかホイールなんか見るとノーマル形状なんでしょうねこれね。うわーうわーすごい迫力なんすかねこの平べったい感じ。うわーこれね持ってもね、なんかこの辺こう幅広くてねめっちゃええやんか。うわーかっこいいな。直線的なラインでね、うわーうわーかっこいい。じゃあねちょっとね、うわーかっこいいな。ちょっとしばし言葉を失っております。ドア観音開きなのこれすごいね。内装もよくできてるね。うわーかっこいい。はい、すみませんちょっとね声を潜めて喋ってしまいました。はい、まずねフロントを見てまいりましょう。もう特徴的なね、横にベトーンベトーンって長いっすよね。それがまあね、あの特徴的な一つですね。それでですね、あのヘッドライトがクリアパーツになってますよこれ皆様。すごくかっこいい。でこの辺のねグリルなんかね、シルバーとブラックでちゃんとあの2色で塗られててね、あの明暗がね描かれてますよね。はい、うわバンパーのこのなんとも言えない直線ね、このなーすかこの直線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 に丸めみたいな、直線直線直線丸めみたいなこの辺の出っ張り、このライトのねこのサイドエンドのところのね出っ張りの感じとかがねもうコンチネンタルですね。これあれですね、なんていうんですかね、こんな造形になってるのね、あの私ちょっと初めて買いましたねこれ。すごい尖ってる感じ。よくね、リビエラとかもね、こういうカク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 してね、なってるんですけど、このコンチネンタルの潔さですよね。直線直線みたいなね、これがもうめっちゃかっこいいっすね。横から見ると、これ、なんでしょうね、この、ただの四角じゃないかいって言われたら、なんかね、価値観がね、違う人が見たらね、なんかただのね、四角いもの、じゃないかとね。何もデザインされたの、フェラーリとかマクラーレンとかランボルギーニみたいなデザインも何もされてない、ただ四角いの何がいいんじゃって言われそうですけどねそこがいいんじゃって感じですね。はい、すごいいいっすね。いいわー、いいっすね。でね、脇から見るとこういう風になってて、このドアがね、今私知らなかったんですけど、これ観音開きみたいに開くんですねこれね。こっちの中央に、ドアノブがあるってことはね、うん、ドアの部分ね、立体成形になってて、このちっちゃくね、鍵穴も塗装されてますね。多分ね、立体成形になってるかと思います。そうですね、爪に引っかかりますのでね、ちゃんと立体成形になってるんですよ。で、ここがちょっとね、シルバーでテーンって塗られてるんですけど、これアンテナ出るとこかな？昔の、車のアンテナっていうのはこう、電動でね、ウィーンってこう出たり下がったりしましたよね。はい。私もね、ボルボの、ボルボね、940と V70?っていうのも持ってたんですけど、 V70 じゃないか S70 か、あのセダンのねボルボ、私セダンのボルボが好きなんですよあれもねまあカクカクしてるので大好きでね乗ってたんですけど、 S70 の方は電動でしたね、あのアンテナがね。うん、多分これもそういうあのモチーフなのかなと思います、この点のとこね。で私ね、その S70 のねアンテナね、洗車機あるでしょ、あのガソリンスタンドによくある、あの自動でねやるセルフ洗車機、あれにねアンテナを立てたまま突っ込んじゃって折れちゃったっていうねほんと私おっちょこちょいっていうかね、注意散漫なんですよねそれ買ってね、まだね1ヶ月ぐらいでね、それに慣れてなかったんですね。で洗車機に入れてね、出てきたら店員さんがね走ってきてね、お客さんこれ折れちゃってますってブラブラしてましたよアンテナがそんな思い出もありますね。はい。で、ホイール見ますとね、ホワイトリボンになってて、まあ、多分ね、これ、この形状からすると、ホイールキャップの感じですよね。まあ、だから、パカってこう、
スチールホイールにはめ込まれてる形のホイールになってます。でタイヤはね、リアルライダーでゴムタイヤですね。で溝がねちゃんと掘られてるので、まあ、すごくねリアリティがあるかと思います。シャーシなんかもねちゃんとメーカーが造形されてていいですね。この辺結構ねつるっとしてると安っぽく見えますもんね。うん、なんかよくねノーブランドのミニカーなんかこの辺つるっとしてるとね、なんかそれだけでちょっと安く見えたりしますよね。まあもちろんボディ形状も安っぽいんですけどね、そういうミニカーね。はい、でこれ多分ね別パーツにはなってるんですけど、開かないと思うんですよこれ。うん、でもグリーンライトね、こういうの開かなくてもここの辺が別パーツになってるの。あ、ごめんなさい、大変失礼しました。開いた。わあ、1099円ですよこれ。皆さん考えられないですよね。安くないですか。うわぁ、こうやって開けやすい、しかも優しい設計が、優しい。すごいかわいい、やったでね、まあオープンカーになってるんですけど、ガラスのところね、この三角窓の感じとか、あとこの、窓枠はね、メッキのね塗装されてますね。でワイパーもねメッキの塗装されてて、とてもいい出来栄えじゃないでしょうか。何番のとこに何か書いてあるねこれね。なるほどなるほど、ナンバーにはねこれが書いてありますね。先ほどブリスターに書いてあったこれ、バーネット・ジャクソン、ザ・ワールド・グレイテスト・コレクター・カー・オークションって書いてありますねこれね。ちっちゃい文字も書いてありますよこの下のここの文字も。すごいね。あ、こうやってここのナンバーのとこにね、そのオークションの名前を書いてオークションに出されてる感じですかね。この色がこれ何とも言えないですね。これなんだろう、グレー、ブルっぽいグレーっていうか、なんかただのグレーじゃないっすね。なんか紺色とグレーの中間みたいな感じの色でね、とてもね、なんて言うんだろうな、高級感ありますね。うん、これでエンジンはねちょっと塗装はされてませんでしたけど、とてもいいですね。ブラックでね、わー、ブリアチェンジかな、すごいな、わー、いいね。はい、でシートなんかはねこんな感じになってまして、ブラックですね。ハンドルなんかがねめちゃくちゃいい造形になってていいですね。でメーター類なんかもちゃんと造形されてますね。わー、いいな、出来栄えがすごくいいですね。はい、トランクはまさか開かないように、これも別パーツになってる感じがするんだけど、まさかトランクまでは開かなかったか。はい、ここにコンチネンタルって書いてありますね。はい、リア見ましょう。うわー、見てこれ、直線尾、直線機能尾って感じだね。機能尾ではないのかな。このテールランプね、これ赤でね塗られてて、とても細かくていいと思います。うわー、このバンパーのこことか形がめっちゃかっこいいね。うわー、かっこいい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 。で、これちょっとバリかな、バリあったけど取れました。ちょっとバリっぽかったですけど。で、このね、リンカンのマークね、これね。このマークですよね、リンカンのマークね。で、鍵穴がある感じですね。で、後ろも、あ、後ろも書いてあるね、オークションのマーク。はい、わー、めっちゃかっこいいっしょ、これ。すごいね。わー、とてもいいっすね。じゃあね、ちょっとね、視点を下げて見ていきたいと思いまーす。はい、いかがですか。ちょっとね、並べただけでフィギュアがついたってるので、めちゃくちゃ雰囲気がいいですね、これ。かわいい。わー、嬉しいな。ほんと今回のね、お買い物、めっちゃ楽しいっすね、これ。めっちゃ楽しいっすね。ごめんなさい、一人で舞い上がってます。今日はほんとね、ハイテンショングランプリあったらこれ優勝するな、山田。優勝するぞ、これ山田。じゃね、ちょっと近くで見てまいりましょう。これかっこいい。ちょっとね、バンパーがね、上がり気味かもしれませんけど、どうですか皆様の、もし、買われた方いたら、私のはね、ちゃんとまっすぐなってるよってね、私に自慢しちゃってください。私はちょっとね、もしかすると、まあ、私の答えだけじゃないかもしれないんですけど、ちょっとね、バンパーがね、上向きについちゃってる答えをちょっと買っちゃったんですけどね。まあ、それでもね、まあ、これも、一つグリーンライトの良さとしましょう。まあちょっとね、この景観がね、あまり運転が上手くなくてぶつけたのかもしれませんけどね。で、バンパーが上がっちゃったみたいなね。そういうストーリーもね、考えつきましたね。はい。わー、かっこいいね。で、フィギュアがついててとてもいいでしょ。ほら。フィギュアと T シャツと私、みたいなね。フィギュアとミニカーと私。
音痴ですね。はい、カラオケで、最高得点でも82、3点の人です。もうね、ジョイなんかはそうなんですけど、ダムに至ってはね、もう70点台とかも叩き出しますからね。ダムの方がね、ちょっと採点が辛いんですよね。はい。例えば最近のカラオケ、行かれました皆さん。まだね、私ね、ダムの AI っていうね、マイクでね、指示を出せたりする、機種でね、ちょっとね、歌ったことはないんですけど、そういうのがね、新機種で出たみたいですよ。ライブダム、ダムの方からね。ダムは第一交渉だったかな。うん。すごいですね。すごい時代になりましたね。はい、はい。静岡県警。はい、ピーポー、ピーポー。チュ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 。あ、でね、ストーリーをやろうと思ったんだけど、全然そういうストーリーが思いつかなかった。でもやっぱね、フィギュアがあるとすごく雰囲気がいいですよね。まあ、こんな感じで立たせたりとか、とこうね、後ろからこういう感じとか、この今ね、降り立って、職室に向かうよみたいな感じとかね。はい。あとはどうだろう。あとはこうやって、今ね、パトカーから降りて、現場に向かってるよとかね、いろいろ遊べますよね。はい。でね、他のミニカーなんかがあると、はい、そこの車止まります。あー、ムーンアイズの箱塚捕まっちゃったって、こうやってね、職質してる後ろ姿とかね、とてもかわいい。はい。ちょっとね、歴代の箱塚と並べてみましょうかね。はい。ま、この、箱塚とね、同じ金型なのかなと思うんですけど、あ、違うか。あ、全然違った。ごめんなさい。大変失礼しました。あ、これサイズもね、ちょっと短いので、このパトカーのが違いましたね、これ。へぇ、こんなバリエーションあるんだ。すごいね、箱スカ侮れないですね。そっか、これ GTR じゃないのかな。え、嘘。年式が違うの。これ1971年、日産スカイライン GTR ね。で、これが、1971年、日産 G スカイライン 2000GTR。2000がつくんだな、こっちのは。でも金型ね、一緒だと思ったら違ったんですね。これびっくりしたわ。へぇー。へぇー。そうなんだ。びっくりした。あ、ほんとだ。テールの形とかも違う。こっちの方がね、今日買ったスカイライン GTR のがちょっとちっちゃいんだ、一回り。ちっちゃい一回りって言ってもほんのちょっとなんですけど。はい、これと並べてこんな感じね。いいっすねー。わー、楽しい。はい、そこの2台の、GTR さん、友達さん、ちょっとね、峠でね、2台でレースしてるとこね、申し訳ないですけどね、ちょっと君たちスピード違反なんじゃないのかな、ちょっと君たち、みたいなね、遊びができちゃったりするわけですね。ああ、よかったね。じゃあ次ね、ダットさん510を見ていきたいと思います。ちょっとね、警官にはね、そのまま、監視させていただきましょう。はい。じゃあこちらね、これもね、ちょっとね、ダサかっこいいくてね、かっこいいっすよね。ホイール見てダサ。ホイールダッサー。キキキ、危ない。どうしたんですか？わーいっすね。で、このフロントがなんといってもね、今回のブラックのね、この、ブラックをね、主としたね、カラーリングになってとてもですね。で、このオレンジの色がね、またね、安っぽくいい感じで、ダサい感じでとてもいいと思います。はい。で、これが違う金型ですね。こちらの方がね、ブルーバードなので、若干ね、ちょっと仕様が変わってきてると思います。はい。いいね、やっぱこの古臭さがね。はい。はい、これグッドイヤーのね、ブルーバードになりますね。うわ、かっこいいね、これもね。この黄色いホイール見て、これかっこいい。結構でしょ。で、これが同じ金型の、510ね、ダットさん510になりますね。これはね、カラーリングなんかとてもね、シャレオツな感じで作られてますけどね、このダサい感じが。やっぱ今日は光るね。で、このドライバーね、仁王立ちのドライバー。なんかちょっとこれ、あっちの方向いてて、これ警官くんのちょっとね、ちょっとドキドキして待ってるみたいな、ちょっと君みたいな。そうも見えますし、角度をこうやって変えてあげれば自信満々なね、ドライバーにも見えることでしょうね。はい、ちょっと車の脇に立たせたいね。こんな感じでいいね。背後に迫る警察官みたいな。
あれドライバー置いてどっか行っちゃったよおいってドライバー置いてどっか行っちゃったよこの車みたいな。わーかっこいい。はい、じゃあ最後ね、最後はこちらですよ皆様。はい、じゃあこれはかっこいいぞ。すごい存在感、すごい存在感、ただの四角なのにすごい存在感ちょっともうちょっとバックしてね。なんでしょうね、ただの四角なんですよねまあただの四角ではないですけど、まあこの辺のねフロントの感じなんかちょっとね出っ張りがありますけどね。はい、リアもねすごい存在感だなこれね。いやーこのサイズ感見てよ、真四角でこんなに横長みたいな。そういえばね、お伝えしなかったですけど、これもね、この内装のこの腕乗っける部分じゃないですけど、なんていうんですか、これ、ここの部分の厚みがあってね、とてもいいですよね、これね。はい。で、ここ、そういえばお伝えしなかったですね、この、日よけがあるんですね。これ、別パーツかな、塗装っすね、これ。多分ね、このクリアパーツの一体設計で塗装されてるんだと思います。はい。ブラックでちゃんと塗られてますね。いやー、すごい存在感、本当に。これ、ほら、見て。わーすごい。ちょっとフィギュア乗せたい。オープンカーさ、ごめんなさい、ちょっとタメ口になっちゃってね。オープンカーやっぱりフィギュア乗せたいよね。あの兄弟をちょっと復活させようかな、久しぶりに。兄弟最近ね、もう忘れてたんですけど、コメントねいただいて、あ、そういえば兄弟最近登場させてないなと思ってね。まあ皆さんご存知ね、箱乗りの全国大会のためにね、練習してる兄弟ね、皆さん知ってるかと思うんですけど、これ結構サイズ感いいかもね。ちょっとね、運転席の方は、これハンドルがあるので、まあ、助手席の方もね、足が引っかかっちゃってあれなんですけど、結構これサイズ感いい感じしません？これ。でも人乗ってるとやっぱりね、オープンカーはすごく映えますよね。ちょっとハンドルがあるので、ちょっと最後までは入らないですけど、これどうでしょうか皆さんね、サイズ感。まあ、これなんかあれですね、この辺の後ろに乗せたらこういう感じで、ジョン・F・ケネディが射殺された時の、ごめんなさい、あんまり笑っちゃいけないでしたけど、まあね、もう、70年も前になるんですかね、1950年代でしたかね、ジョン・F・ケネディ、アメリカの大統領がね、あれ、リンカーンだったかな、あれ、違かったかな、リンカーンだったような気がするんですけどね、なんかこの辺に乗っててね、射殺されちゃったっていうね、一場面ありましたよね、はい。まあ、そうではないですけどね、まあ、この兄弟はね、箱乗りのね、名手ですのでね、これはちょっとあれか。あ、こうやってね、箱乗りしますよ、ほら。はい、うわー。まあ、ほんとね、このフィギュアってね、足ちょっとね、切って入れてあげれば、ぴったりいくサイズだと思うんですけど、ただちょっとね、グリーンライトは意外とこれ、実写系っていうかね、リアル系なので、ちょっとこのフィギュアじゃ物足んない感じはしますね。はい。でもね、サイズ感とてもいい感じですね。で、乗ってるとやっぱり雰囲気いいでしょ、これ。そう思うんですよね。で、警察官なんかどうだろうね。なんかパレードしてるみたい、こうやってパレードしてるみたいほら、なんかこの警官がね、なんかね、活躍したんでしょうね警官というか軍人さんにも見えてきたね、軍人さんのパレードみたいな感じで、レーサーがここにいるとね、はい、ちょっとね、レーサーはこれこの車に構えた感じがとても私気に入ってますね。これちょっとなんていうんですかね、あんま目立ちたがり屋じゃないのかな、このレーサーの人とてもね、今日ね、ですね、サイドラインのね、ホットエールテーマオートモーティブエキゾティクスの、439円でしたね。これ2台買って、あとこれがね、1099円で、ブルーバードもね、1099円で、この、パトカーだけね、1759円だったんですけど、全部で4835円とね、あと170円分買っとけば、だからベーシックか1個でも買っとけば、500円引きのね、クーポンを使えたんですけど、残念ながら使えなかったというね、結果になってしまいました。はい。それではね、長々とね、まあ、結構ね、長くてもいいよって方多かったので、今日もね、ちょっと長くね、時間を取らさせていただきました。実はですね、もっとね、本当は長くしたいんですよ。1時間超えね、今日もね。でもね、ちょっとね、コンパクトにしてね、コンパクトの方がいいって方もいらっしゃいますので、その中間ということでね、まあ、私的には、十分ね、短く勤めてますので、怒らないでね。
はい、じゃあね、最後にね、今日購入しましたものを並べさせていただきまして、動画の方を終わりに、あららら、これ取れちゃった今。これパトランプのとこ取れちゃった。でもあれだ、折れたわけじゃなかったらよかった。今これ取れちゃったの、後で接着剤でつけなきゃダメだね。よかった。なんか折れたとかそういうのじゃなかったから。まあ、接着剤でつけたいと。あら、落っこちゃった、下に。あららら。じゃ、ちょっとね、あの動画ね、ごめんなさい。急遽ね、あの、終わりにして、バイバイして、ね、ちょっとね、今からあの床にね、あの、私のね、あの、部屋のね、床の絨毯ね、あの、毛がね、ふさふさしたタイプなので、あーで、当たった。よかった。ちょっとね、これさ、ちょっと、刺しまして終わりにしたいと思いますよ、これ。いやー、よかった。びっくりしたはい、それではね、最後までご視聴していただきまして、どうもありがとうございました。それでは次回の動画まで。バイバイキー。テンション高いよー。山田もおたあす。